まあ最近あの僕は本の紹介をすごくしてたりあるいはなんだろうなあの僕がちょっと目についた YouTube なんかを Twitter でご紹介したりしてるんですけどやっぱり僕から見ると YouTube っていう世界がモノカルチャーになってきてる気がしてて特に YouTuber って呼ばれる日本の独特の文化というかあのノリっていうのが僕はやっぱ嫌で。 でその別にあってもいいけどそれがメジャーだよとか言っておおなんか大手を振って歩いてる感じが僕はやっぱりまあよく言うんだけど地上波テレビの劣化版だとしか思えなくてそのノリというかねもう世界はもっと多様で世界はもっと深いと思うんでだ僕その本って本当に大事だと思うんですよ。これはたまたまこの前デビューしたしらし信也の本ですけどあの結局インターネット上の文化 っていうか情報っていうのは誰でも手に入れられるじゃないですか今や別にでそれに触れてるからってそれは差別化にならないんですよね本というのはもっと深く降りていくっていうかいいこ,のこ,の情報この内部の情報っていうのはネット上に流通してないんですよこの署名とか <laughs> 書影は流通してるかもしれないけどもこの本を読むという体験の中にあるものっていうのはネット上にないわけですよでそういうものを一つ一つ掘り下げていくっていうか下りていくってことでしか 差別化はできないんだろううと思うしそれからその文化っていうかあのノリですね僕本当に意味が分かんなくてそれがなんかメジャーだとか言ってるけどいや俺そういうの好きじゃないからなっていうか別に見たくないからなってそしたらどうすればいいのかって考えた時にあの必ずしも登録者数とか再生数は多くないかもしれないけども僕がいいと思うものそれはあくまでも僕基準ですけど。 いいいじゃないですか人,人にはそれぞれの意見っていうか感性があるわけですからあのそういうものをやっぱり広げていくっていうか進めていくことも大事なことなんだろうなって思うんですねあのやっぱり今インターネット見てるとまあいろんな表現の方が「Look at me」みたいな感じで「俺を見ろよ」とか言ってるんだけどそれもすごい貧しい世界のような気がして。 リター性ってんじゃないんですけど、ね、そのいや,いや僕だって自分の,あのこういう動画を上げたらツイートしますけどそれは別にでも広げてくれって言ってるんじゃなくて俺はここにいるよって言ってるだけであってあのだからやたらと自分のことばっかり拡散してる人っているじゃん。というかそういう人ほとんどだと思うんだけど今のインターネットはなんか嫌だなと思うんですよ。あの <laughs> そうすると 極端なこと言うと1億2,000万人が全員「俺のことを見ろ私のことを見て」ってって拡散し,つづしようとし続けてるネットっていいいやじじゃゃなななでですすかか地獄みたいなとこじゃないですかで僕はそのさっき言ったその日本のユーチューバー文化のモノカルチャーっていうか焼け野原みたいに僕は見えるんですけどそ,その中でなんかまあ僕もそんなにたくさん見てるわけじゃないんだけどこれいいなってこれ日本だけじゃなくてあのえー 諸外国のコンテンツも含めてねこれは僕はいいなと思う奴はどんどん広げていきたいなぁと、まあ、これある種のレジスタンス運動ですよねなんかそのノリでこれがユーチューバーだとか言ってる感じって本当に俺は嫌いなんでだからあのそうじゃないものもあるよってことを僕は言っていきたいしそれから本,本というまあ、本ってどうせ読んでるわけですよ日常的にでその読んだ本についてあのこうやって youtube で、えー ご紹介することも一つのやり方なんだろうなと思ってやっております。ということで、あのもし、えー、いい少しでもいいなと思うところがある人はあのお付き合いください。